皆さんこんにちは。大学院総合社会情報研究科の保坂敏子です。私たち総合社会情報研究科の教員紹介といたしまして、今回は博士前期課程人間科学専攻、博士後期課程総合社会情報専攻の泉龍太郎教授をご紹介いたします。泉先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。泉先生は人間科学専攻の主任でいらっしゃいますが、まず最初に人間科学専攻の概要や、そこではどんなことが学べるか教えていただけますか。人間科学専攻には5つのコースがあります。哲学、心理学、教育学、医療、それからスポーツ科学です。で、詳しい概要につきましては、ちょうど今年度のオープン大学院10月に開催されましたけれども、そこでいろいろな紹介の画像がありますので、詳しくはこの下の概要欄をご参照いただければと思います。はい、ありがとうございます。では泉先生のご担当科目とその概要を教えていただけますか。その前にですね、私の経歴の方をちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。はい、詳しくはホームページにも書いてあるんですけれども、大学の医学部を卒業した後、医者として内科医としてちょっとしばらく研修しました。で、その後、大学院に進みまして、今でいう分子生物学、そちらでですね、博士号の学位を取りました。で、その時にですね、ちょうどこれ立花隆さんが書かれた宇宙からの批判という本がありますけれども、これに非常に感銘を受けまして、私自身宇宙飛行士になりたいなというふうに思いました。そうなんですか。ところがですね、やっぱり当然宇宙飛行士にはなれなくて、それで今こうしているんですけれども、実はその時のいろんな方と知り合いになってですね、きっかけになって、それから、宇宙開発事業団、今でいう JAXA に最終的に職を得ることになりまして、いろんな仕事をさせていただきました。で、そこでどんな仕事をしてたかというと、これがですね、日本の宇宙ステーション、こういうパンフレットで、ちょうど今野口さんが宇宙飛行士として滞在してるんですけれども、はい、当然非常に過酷な環境ですから、人体にもいろいろ影響がありますし、それから野口さんというのはいろんな実験をしに行ってるわけですね。で、特に私が担当したのは生命科学に関する実験とか、それから先ほど言いましたように宇宙飛行士の健康管理に関する研究、そういうのを取りまとめる仕事についておりました。したがってですね、小さい方ではいわゆるタンパク質結晶から、広い方で言うと人間の精神心理、それに関わるところまでですね、非常に幅広く勉強してさせていただきまして、それが今の私が担当するいわゆる健康科学、それから環境生理学、人間工学、こういったそれぞれの科目に結びついているというわけです。なるほど。先生は宇宙を目指されてたんですね。はい、わかります。先生が最近注目していらっしゃる研究テーマはおありでしょうか。これ、2つありまして、1つは先ほど言いましたように野口さんが今宇宙ステーションに滞在されてるんですけれども、実はその先を見据えた、議論というのは今ちょうど始まっているところであります。はい、具体的に言うと、例えば、20年から30年あるいは50年ぐらい将来に見据えた時に人間の社会が月あるいは宇宙に形成されてるんじゃないか、いわゆる100人単位、もう数百人単位の人間のコミュニティが宇宙にできた時に、そこで何が必要とされるか、そういう議論が始まってましてですね、じゃあその時にこういう人間とか医学とかいうのが、何ができるかというのが一つ、話題になってます。それからもう一つ関心があるのが、もともと私がその医学に進んだのは、やはり人間とは何か、生命とは何かという、そういうところがですね、非常に興味がありまして、ちょっとなかなか研究成果は出てないんですけども、そこを突き詰めた研究を進めたいなというふうに考えているところであります。なるほど、大変興味深いお話ですね。宇宙のこと、そして人間そのもののことということにご興味があるということですね。はい、ありがとうございます。それではその研究を行うようになったきっかけというのは、今もうお話に出た通りでしょうか。もともとですね、医学部に進んだのは、実はあんまりその人のために役に立ちたいとか、あんまりそういう高尚な理由ではなくてですね、どちらかというとやはり人間とは何かを知りたい、生命とは何かを知りたい、そういうところが、あって、やはり医学部に進んだというふうに自分では思っております。なるほど、分かりました。それでは次にゼミの方のお話をお伺いしたいと思います。先生が指導を担当されているゼミの研究分野ですとか、学生さんの研究テーマについてお話しいただけますか。
もともと私が医学部系ということで、学生さんも非常に医療系の方が多くてですね、やはり例えば看護師さんであるとか理学療法士、それから放射線技師とか、医療関係の方が大部分を占めております。もちろんそうでない一般の方もおられますけれども、やはり皆さんそういった病院とか働く中でですね、患者さんの健康とか自分自身の健康とか、そういうふうに非常に興味を持っておられますので、やはりそういった健康とか病気とか、あるいはそういった生理学的な研究テーマ、そういうのが大半を占めております。なるほど。じゃあその学生さんたちに対するゼミなんですけれども、ゼミの様子ですとか指導方法についてお聞かせください。実は私の前任がですね、やはり宮本明先生といいまして、実はこの宮本先生も以前、こういった宇宙開発事業団で、フライトサージャンといいまして、宇宙飛行士の健康管理を担当することをされてたわけですね。でその宮本先生のゼミ生がやはりかなりの人数おられまして、で今も密に連絡取ってるんですけども、そういう大きなコミュニティがありまして、で実際入ってくるいただけますとですね、そういう方がいろんなアドバイスをいただけます。実際中にはもうすでに大学の教員になった方も多数おられますし、そういう方といろんなディスカッションしながら非常に有益な勉強ができるんじゃないかというふうに考えております。なるほど。宇宙の医学に関する方たちの、コミュニティがあるっていうことですね。 そうですね、はい、それは非常に興味深いですね。先生の、ゼミなんですけれども、前期課程と後期課程では指導の内容ですとか方法に違いがありますでしょうか。やはり後期課程というのはやっぱり非常にハードルが高くてですね、作文付きの論文を出さなきゃいけないとか、年限が非常に決まっているということもありますので、やはり自立した研究ができる方ということが最低の条件になるかというふうに思っております。なるほど。今のお話と被るかもしれませんけれども、先生が求める学生像ですとか、志望する学生さんに求めることなどがありましたら、一言メッセージをお願いいたします。これもホームページに書いているんですけれども、やはり研究の出発点というのは、自分が疑問に思ったこと、やはり納得できないこと、それを突き詰めることが、研究の種になると思いますので、やはり身近にそういう題材を、探すことが第一のステップになるかなと思います。それから、学生さんに望むことですけれども、修士課程、博士課程、いずれも非常に時間が決まっております。限られた時間の中で何ができるかということをですね、考えていただいて、自身をきちんと管理して、課程を終えていただきたいというふうに思っております。はい、どうも今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。進学を希望する皆さん、ぜひ今日の話を役に立ててください。はい、宇宙飛行士になり損ねた泉と、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日は博士前期課程人間科学専攻及び博士後期課程総合社会情報専攻の泉龍太郎教授にお話を伺いました。泉先生、本日はどうもありがとうございました。